はいどうも、はい、楽しみご飯の時間ですよ。今日は、ね、こちらでございます。こちらでございます。こんないつのあ、ごめんなさい。こんないつの間に発売されてましたか。ペヤングの焼きそばカレー、ペヤング焼きそばカレープラス納豆、カレープラス納豆、こんないつの間に発売されてましたか。僕はそういう情報はなかなか仕入れられないもんで、非常に遅れてる可能性が、うお、どろっ、たい焼きが、たい焼き、すげえぞこれ、いい香り、いい香り、これこれカレーのいい香りする。いやすごい、はい、これ幅しょいわ。これが納豆でしょうね。これが納豆、いや、いい香りするわ、すごい。うわ、これも納豆、これはいいよ、これはいいよ。早すぎたか、早すぎたかな、固めにしすぎたかな、これ大丈夫でしょ。あー、唾液が、ごめんなさいね、唾液がもう、あら、いい香り、カレーのいい香り。これさっき納豆は納豆だけで書いたら香りしたけど、カレーと混ぜたらやっぱカレーの方が勝つな、香りは。来たぞ、はあ、場所、いい香り、納豆の香りはまだ全然しません。食べないと分かんないでしょ、これは。さあ、いただきます。ちょっと硬すぎたのかな、美味しい、いいカレーだ。納豆もうちょっと多くてもいいかな。これ、あ、これ納豆後入れで当たってんだよね。うん、後入れだね。うん、美味しい。うん、でももうちょっと納豆多くてもいいかな。それか、僕がお湯捨てるの早すぎたからちょっと辛い。お願いします。あの、麺が含んでいる水分量が足りなくて、納豆感を引き出す力が不足しているという可能性もあります。ちゃんと糸引くからね、若干ですけど、僕の責任の可能性が大です。それはもうそういうことです。うん、あ、やっぱりそうなんだよ。で、まあ、マヨネーズ先生投入したら一気にマヨネーズ感アップ、マヨネーズ感、当たり前だ、マヨネーズ感じゃない、納豆感アップしましたもんこれ。うん、それか、たまたま、固まってたか、どっちかです。
いずれにしても美味しいです。今左の奥歯に納豆が、美味しかった。ペヤングカレー納豆焼きそば、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。